GTF ガレージ2号ブース落札品の発送前レビューをします。今回売れたのは Python の PPC カスタム。これは丸井のエアコ機ではなく丸井の作るモデルガンです。エアコ機の P85 ルガー P85、旧刻印ルガー刻印グリップ、強化カスタム、マスダヤサンダーボルトじゃない、ごめん、マスダヤボルト38マーク2の BB 弾仕様、ホップ付き、ベレッタ M92F のガス風呂、ウエスタンアームズのレオン仕様、これはちょっと俺的には宝物だったんだけど、まあ売れちゃったので売ります。じゃあまずこれから丸井の作るモデルガンは、僕が小学校の頃から売ってましたね。プラモ屋で売ってました。うちの方だけかもしれないけど、ガンダムのプラモデル発売以前は、こういう鉄砲のプラモデルのことをガンプラと呼んでいました。まあ友達もこういうの作ってましたけど、子供にはちょっと難しくて、ちゃんと撃てるものはなかったように思います。これは、未発火。発火してません。金属カート入れて、ちゃんと動作はします。これは組み立て済みの中古品を購入して、外装を、これはエアコキ PPC カスタムのバレルとターゲットリブに付け替えたものです。バレル付け根見えるかな？金属インサート入れてます。で外して、見えないかな。まあ、マズル側もインサートが入ってます。入れてあります。見えないか。というのも、この作るモデルガンの Python は、ノーマルだと四角い穴が、根元からマズルまで貫通しているので、まあ、何ミリだろう、2、3ミリぐらいの細い穴なんですけど、まあ今の時代貫通してたらちょっとまずいかなと思って、金属インサートを入れてあります。でここら辺は、合わせ目処理をして、ここも PPC のスラブバレルも、下に合わせ目があるのでそれを処理して、金属塗装をして研磨してあります。グリップはノーマルを木製風仕上げにしてあります。丸井の作るモデルガンは、まあ、好きな人は好きで、最近数も減ってきてるので、うちももうほぼ在庫ありません。これの PPC の4インチがうちの作るモデルガンの在庫ラス位置です。好きな方はよろしくお願いします。また手に入ったら作りたいと思うんですけど、最近このシリーズなかなか売ってないので。あ、ちなみにこれ2000年代の最初の方までは生産してたらしいです。だから20年ぐらい作ってたのかな。その割には数が少ない感じで、はい、うちは
この Python の PPC カスタムとか、あとなんだっけ、あとあれだ、ワルサー P38 のクルツ、ショートバレルのゲスタポ仕様とか、そういうのをよく作ってます。まあ、あれです。金属塗装で作るモデルガン出してるので、あ、あれだ。持ってる方、金属塗装だけしたい方とかは連絡ください。塗るのはすぐ塗れます。この丸いエアコキ Python PPC カスタムの箱に梱包して発送します。笑っちゃうのはこれ BB 弾入ってるんですけど、 BB 弾は入りません、撃てません。最近よくっていうか、これ結構作って出すとすぐ売れちゃう P85 です。この間も説明したんですけど、これ第2世代で、フレームもスライドもモナカ合わせの古いタイプです。なんですけど、これうちの強化スプリング入れてホップ強めに調整すると 0.28 段で 40m 水平に飛ぶぐらいになる、いじると化ける銃がこの KP85 とか P85。 KP85 っていうのは実銃だとステンレス仕様なので、今売ってるシルバーのタイプが KP85 で、これ旧タイプ、旧刻印のはルガーの P85 って書いてあって、 P85 っていうのはスチールかなんか、まあ、黒いやつが P85 なので、これがそうです。そして、この刻印はレア、あとはこのスタームルガーの刻印がグリップに入ってるのも旧型のレアもので、現在の製品には入っていません。商標の関係で、大人の事情で、旧型だけこれです。で、これスライドとグリップは旧型使ってるんですけど、本体は現行の10金ホップ仕様をベースに、内部を強化してます。だから、そんな古いものではないです。ちょっと打ってみるか。今夜中の12時ぐらいで、真っ暗で、いや、やめとこう。なんか長弾でバイクに当たると嫌なので、見えないからやめときます。まあ、40m は飛びます。0.28 弾で。相当性能がいいです。フレーム、合わせ目処理。スライドも合わせ目処理。あ、これ、P85 は、うちで売ってるやつは、フレームは必ず接着処理はしてますが、スライドはたまに合わせ目消してないやつもあるので、そこら辺は写真で判断してください。